こんにちは、クリッカートミーです。1月12日金曜日から1月14日日曜日の間、幕張メッセで開催されたカスタムカーの祭典、東京オートサロン2018。今回初の試みとして、日本初のコレクタブルカーオークション BH オークションが12日に幕張メッセイベントホールにて行われました。用意された16台の車は、どれも車好きにとってはたまらない一品。チューニングカーやショップが手掛けたレーシングカーが出品され、注目を集めました。テレビラジオでおなじみのクリス・ペプラーさんをコンダクターとして、このオークションを主催する株式会社 BHJ の名誉顧問であり、俳優の堺正章さんによる開会宣言でスタートしました。ロット005のスプーン S2000ST4、 ホンダの名門チューニングメーカースプーンがスーパー耐久選手権に出場するために、同社最終モデルのホワイトボディから製作されたピュアスポーツの究極の一つともいえる1台、残念ながら不成立となってしまいました。ロット008のスプーン NSX-RGT はスーパー GT のホモロゲーション向けに限定5台生産された NSX-RGT をもとに作られたレーシングカー。マカオロードスポーツレースの出場実績を持っており、エンジンは 3.0 リットル V6 ボルトオンターボで550馬力を発揮。こちらは850万スタートで、電話からの入札が多く、1200万前後からじりじりと競り合い、1700万円で落札となりました。クリッカー読者、オプションファンなら知っている人も多くいる純オートメカニックが製作した Z32 型フェアレディ Z。 アメリカユタ州で開催されているボンネビルスピードウェイで、1991年当時のクラスレコード時速 261.932 マイルを記録したモンスターマシンです。後にナンバー取得している1台です。残念ながら不成立となってしまいました。次に出品されたのは、個人的に注目していたチューニングショップトップシークレット代表であるスモーキー永田勝彦氏が、時速 400km オーバーを夢見て、トヨタスープラにセンチュリーのエンジンをスワッピング、さらにツインターボ化プラス NOS で950馬力弱、最大トルク 104kgm を誇る TS8012V、イタリアの高速周回路ナルドにて時速 358.22km を記録したチューニングカー、600万スタートで900万円で落札。我々ファンからすれば、思ったよりもお買い得な値段だった気がします。今回初めて開催されたコレクタブルカーオークション、チューニングカーを出品するのは他の海外オークションでもない試みで注目を集めましたが、結果としては私の予想よりは高くない値段でした。またこれらの車が登場した際と、それ以外の出品車両との場の雰囲気に歴然とした差があったことを感じました。しかしながら、チューニングカーというのは一般的なコレクターズオークションに出てくるほどの希少車よりもさらにマニアックな存在であることを再認識したオークションでもあったと感じます。今後のコレクタブルカーオークションでチューニングカーを出品していくなら、その技術の高さをより多くの人に周知してもらうために、情報発信やオークション時の演出があってもいいのかもしれません。